話になって、もう全然何も心配することなく、なんだ、釜山空港から、韓国のソウル、インチョン空港までね、全部ずっと案内していただきまして、ついさっきお別れしました。僕はもう間もなく到着するのは小野田さんから教わったんですけど、新しくできたらしいインチョン空港、第2ビルです。で、ここからまた、今日はですね、大分に行くことになっておりますが、小野田さんと一緒に帰りたかったので、いろいろ考えましたが、時間を合わせまして、関西空港行き、大韓航空の便に乗って、韓国から、九州まで向かいます。ちょっとね、本当は福岡行きとかの便に乗りたいわけですね。その方が近いし、わざわざ大阪に来るの嫌なんですけど、でも福岡行きの便っていうのは全然ないのでね、全然ではないけど、そんなにはないみたいなので、まあ、しょうがないですよね。もしかしたら、釜山で乗り換えた方が良かったかもしれないけどね。で、関西空港に着いてから、またなんかこう、西日本の九州の方まで行く便乗り換えられないかなと思ったんですが、そういう便もねちょっとないみたいで、だから関空に着いたら多分新幹線に乗って、小倉から乗り換えるのかな。そして、まあ、多分ソニックとかに乗るんでしょうね、そんな感じになると思います。小野田さんからね、ハングルの読み方も教わったんですが、オーロですね、オーロナ、ミン、これミンだな、オロナミンシードリンクと書いてある、やっぱオロナミンシーなんですね。不思議でよくわからないシステムなんですけど、もう搭乗の手続きってのは終わってるらしいんですね。いや、終わってるというか終わってるんです。まあそれはまだいいかもしれないが、出国の審査まで終わってるんで、私は韓国に今いないことになってるんですね。いるんですけど、新しくて立派な建物ですな。こんな噴水まであるけど、これはすごいな。噴水とは言わないのかな、意外とあの辺は金属でできてますけど。美味しそうだけどな、どれにしようかな。ちょっとね、今日は動画久しぶりに出そうと思ってパソコン少し開いたんですけど、これが来たんでやめます。プルコギね、昨日も肉料理食べました。そんなばっか食べてますが、まあいいでしょう。美味しくてですね、とても良かったんですけど、ただ私全然もう朝鮮語っていうのかな、韓国の言葉を喋れませんので、ちょっとあれですね、お願いしますとかね、すみませんとかそういうことも言ってみとか、まあ、英語言えば多分通じるでしょうけどね。なんかこんだけ近いのに英語で話すっていうのも、お互いの顔が似てるのになんかこう全然遠く離れたヨーロッパの言葉で話しかけるっていうのもね、なんかこうちょっと違和感を覚えてしまいまして、まあ日本語でこうちょっと喋ってみたりとか、まあ、することもあるんですが、カムサンミダーと、それからアニオハセヨーってそれしか言えませんので、ちょっとなんか申し訳なくなってくるわけですよね。こっちとしてはですね、やっぱまあせっかく韓国にいるときは、まあ、いつも別にそんな店員さんとかに行業式とかなんていうのは、高圧的に接したりとかはしないわけですけど、でも韓国にいるときは特別そういうところで会った人にはなんていうかこう礼儀正しく、ね、接しようと思うんですよね。全然韓国の礼儀作法とか分かりませんが、お礼を言うときもありがとうございます、カムサンミダーっていう時にこうしっかりねこう頭を下げて出てきたりとか、まあ、するようにしてるんで、そんな別にあれですよ、卒業式みたいに頭下げるわけでもないですけど、まあ、ちゃんと意識的にお辞儀して出るようにしてるんですが、まあそれぐらいやっとけばですね、別に全然こっちとしても韓国っていうね、こう何かにつけてこう対立してるとかね、そういう感情がある国ですけれど、私としてはそういうつもりは全くないし、今回も楽しく韓国で過ごさせてもらいましたんで、日本人も、まあ、多分向こうの方もね、そんな別に日本人に敵意とか実際のところほとんどの人は持ってないだろうと思うんですけど、こちらもそんなことは全く考えていない、今回も楽しませてもらいました、韓国の皆さんありがとう、そういう気持ちを持ってですねやらせていただいているつもりです。ただそういう言葉では全然通じないから、なるべくね、いろんな人にありがとうございますとかお辞儀とかね、しっかりとしようと思ってるわけです。まあ、そうするとね、結構韓国の人ももちろんね、私がそういう風な意思でやってるっていうのは分かってくれるとかね、にっこり笑ってくれたりしてですね、嬉しいです。なんかね、関西空港乗り換えで行こうと思ったら、まあ、関西空港から大阪周辺から、九州方面までの飛行機、何もいい便がなかったんですね。なんですけどね、私の出る便の15分後に那覇行きがあるんですが、それに乗ってった方がもしかしたら良かったかもしれないですよね。那覇行きのその便に乗って、それで那覇で、福岡行きかなんかに乗り換えた方がどうも早かったみたいなんですが、まあ仕方ないよな、もう買っちゃったしね、チェックインもしちゃったから、いまいち行き方がわからない。案内も特にないんですよね。パスポートとか見てたらあっちですよって言われたんだけど、どういう意味だったんだろうな。大分では、ね、最初期からお世話になっている方の家に泊めていただくことになってるんですけど、このままの調子で関西空港まで行って、そこから
新大阪まで遥かに乗り、のぞみで小倉乗り換えでソニックとやっていると、もう日付が変わる頃に着くようになってしまう。ちょっとそれはさすがになということで、私も考えまして、沖縄行きの便、やっぱさっき言いましたけど、沖縄行きに乗ったらちょっと早く着きそうだなと。で、沖縄行きにもうこれチェックインしちゃったんですけど、帰られないですよねって言ったらね、できたんですね。あ、できますよ、1万3000円追加で払ってくれば、よし分かった、もう1万3000円そこは払おう、払ってですね。で、それで、沖縄行きに変更で、そこから沖縄から那覇行きの飛行機に乗ればパッと行けるだろうと思ったんですね。で、そこから乗り継ぎの全日空も予約したんですけど、思ったより沖縄が遠くてですね、沖縄まで私はまあ1時間ちょっととかで着くのかなと思ったら、あそこすごい遠いんですよね。いや本当に離れてたんですけど、沖縄に着くのがね夕方の、5時55分らしいですね。今2時39分なんで、まあ、飛行機が出てから2時間30分ぐらいかかるみたい で、6時の全日空に乗ろうと思ったんですが、いくらなんでも乗り継ぎ時間5分では間に合うわけないですから、だからそれではなく、その先のね、18時15分の JAL もあったんですけど、それも18時15分もちょっとないだろうなと、いろいろ考えた結果ピーチで行くのが一番安いことになりましたね。ただね、ピーチも当日買うと JAL とか全日空よりピーチの方が高いんですよね、うん、まあ本当はピーチの方が安いんでしょうけれど、私も全日空とかの日本航空は安く若いですからね、乗らせてもらえますんで、そっちだったら良かったんですが、まあまあでもしょうがない。那覇空港に着くのが一応予定では17時55分で、ピーチ航空の出発は18時40分で、30分前を切ると乗れなくなりますので、そうするとつまり着いてから15分で搭乗手続きを進ませなきゃいけないってことですね。でも事前のネットチェックインみたいなのができるのかな、だから那覇に着いてもう間に合いそうだと思ったらそれをやってしまえばいいということでしょうか。全部ボーイング737に見えちゃうんですけど、多分エアバス320とかそういうやつですかね。小野田さんにさっき教えてもらったんですけど、昨日私が名古屋から乗ってきたエアバス220という飛行機だったんですが、昨日乗ったのは、ね、非常に珍しいものだったみたいです。世界でなんかここしか、世界で日本に来るのでは名古屋、プサンのその区間でしか運行されてないとか、なんかそんな感じだったな。名古屋から福岡だったらね、1時間ぐらい、1時間、2時間もかかんないぐらいに来るんですよ。すごい近いのにね、近くて遠いですよ、本当に。正直もうちょっと上手い乗り方があるんじゃないかって気はするんですけど、ね、本当に沖縄経由じゃないと入れないのかもうよくわからないんですけど、そうなのかな、やっぱり。進めないかなと思いますが、あと15分でピーチ航空にチェックインできるかな、まあ、できなかったらまたさらに20分後の全日空でもいいんですが、そこから先博多からの乗り継ぐソニックが1本遅くなってしまいます。それからピーチの航空券も1万7000円を無駄にしてしまうしね。いやもう暑くて死にそうですよ。こう全身ねかなり性能のいいヒートテックを着て上着まで着込んで、こんなんで来たのは私だけですから。この沖縄いつも沖縄に厚着で来ちゃうんですけどね、しょうがないことなんですが、チェックインもねギリギリ、チェックイン締め切りの4分前に終わりましたんで、まあでも大丈夫、つまりこれで、もう福岡空港までは安心して行けるということです。ピーチ航空も遅れてはいないそうです。 LCC って前に乗ったことありますけど、もう遅れますんでね、遅れが結局発生したら意味ないじゃんってことになるんですが、特に今回は問題はなかったようです。那覇空港の国際線から国内線への乗り換えなんてもう当然人生でもしかしたらもう一度やるかどうかもわからないわけですけど、同じ建物だったんですね。国際線から国内線への乗り継ぎを考える、あんまそういう運行の形態は取っていないみたい。案内もちょっと少なめでしたね。なくはなかったけど、飲み物を買ったらさっさと飲み込まないとな。
嘘だろ。引き続きお客様にご連絡します。ただいま中島は3番線で車両故障のため全車両が止まっております。沖縄経由にしたのが裏目に出たな。30分を急いで沖縄から福岡空港にこう飛んできたっていうのに地下鉄が動いてないですよね。動いてないんじゃどうしようもないんだよな。福岡から何も知らずに地下鉄に乗ろうとしてる人がいっぱい来てますけど、地下鉄は運休してますよってこう叫びながら行った方がいいかな。変化の福岡空港も博多駅に行けないんだ。もう何にもないよ。ああでももしかしたらバスで行った方が早いかもしれないんですが、あのバスかあれかな。今ですね、木山、高速木山ってあのバスの乗り換えのところまで来たんですけど、いっぱい来るんですね。これは非待機だからこれじゃないはずだ。私の乗るのは絶対に非待機ではないはずだ。だからまだ次の大分行きが来るんだよな。よかった、非待機は28分だったからまだ大丈夫だと思いますけどね。いや結局もうね、博多じゃない、福岡空港のところからバスで、大分に行こうということになりまして、で、そこから高速木山ってのはあれですよね、あの鹿児島本線の駅ですけれど、鳥栖に近いところですけど、その木山で、バス同士を乗り換えていくようにできているんだそうです。で、空港から来た人が、ここで降りて、九大本線の湯布院の森とか湯布が通るようなルートを通って、これは長崎行きか、いろんな行き先があるけどこれでもありませんね、私が乗るべきバスは。まあちょっと遅れてきてるみたいですが、そんなのは大した問題ではない。北行き、長崎行き、次もまた何か来ました。あれは、あれだな、大分行きって書いてあるな。よし乗ろう。これでなんとかなんだろう。スーパーノンストップだって。今あそこに鹿児島線の電車が通ってるの見えましたけど、まだいっぱい来るみたいだな。特急とか来るのかな、見たいですけどね。多分これから鹿児島本線をまたぐんでしょうけど、まあいいわそれは。もう見えないんでね、結局ね、福岡空港から木山まで750円、木山から大分まで3100円なんで、大分まで3800円なんですけど、これ JR 九州のネット切符ソニックで行けばもっとスピードが速いし、それから、運賃も結構安い、3000円ぐらいなんですよね。ネット切符って割引切符で行けば、本当はそれで行きたかったんですが、しょうがない、800円ぐらい高くてね、スピードも時間もかかるんですけど、でもコンセントがついてるから意外とソニックよりいいかもしれないな。早くシートベルトしなきゃな。高速とスタート休暇といってもですね、全く何もしないというわけにはやっぱりいかなくて、弊社は今月の決算付きでございますので、ちゃんとやらなきゃいけないですね。決算会計ソフトに諸々の情報を入力したりとかね、そんな大社のメールはいらないし、従業員もいるんですけど、それからあとはあのメールのやり取りで、企業案件の、まあ、申し入れとかね、それからあの、まあ、自治体からの何か来るなんか、まあ、まあそういうのもそれあるわけですよね。そういうのをやり取りしたりとか、まあ、こんなうちのこのチャンネルにあの案件を振ってくれるのもありがたいことなんですけど、あの3月の時にはほとんど対応できていなかったものを、まあ、4月になったら、やろうと実践になってます。あとはこの健康診断に行ったりとかね、まあ、そういうこともしたいと思ってます。よし、じゃあまた明日。ご視聴ありがとうございました。眠いね。今からラーメン食べに行くんで、ラーメンの動画も出るかもしれないです。